演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートねっとりイタリアンプリンの濃厚ベイクドティラミスを食べたいと思います。こちらも変わり種と出したようですね。ただイタリアンプリンって前にセブンイレブンを出してましたよね。それとはまた違うのかな。自分はジャンボバネ食べたことあるんです。でこちらのベイクドティラミス、ベイクドってことは焼いてるってことですよね。チーズケーキみたいなティラミスってことなのかな。まあ確かにティラミスもチーズクリームも入っています。まあ食べてみればわかりますね。チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。では気になります、この濃厚ベイクドティラミスから食べたいと思います。どんな風な感じなのかな。見た目はちょっと焦げているような感じがありますね。ベイクドというだけあって。ではいただきます。次はイタリアンプリン、いただきます。こんな感じです。ではいただきます。こちらの濃厚ベイクドティラミスは濃厚、確かにチーズクリームは濃厚なのですが、ティラミスのココア部分の苦味はあまり感じなかったですね。どちらもティラミスというよりレアチーズクリームのチーズケーキの上下にスポンジが敷いてある、そんな感じです。だからチーズケーキとして考えると美味しいんですが、ティラミスとはちょっと違うかなと思いましたので、こちらも点数とさせていただきます。そしてこちらのねっとりイタリアンプリン、確か以前食べたセブンイレブンのイタリアンプリンと比べると確かにねっとりとした食感はあり固めで美味しいのですが、ちょっとカラメルがどぎつい苦さになっていたのと、セブンのものに比べるとちょっと硬さが足りないかなと思う部分がありましたので、やはり2番線時間が否めないということで、こちらも点数とさせていただきます。1番手だったら良かったのかなとも思いますね。ちょっと残念です。次はもうちょっと固めのプリンを期待します。というわけで、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。